皆さんこんにちは、岡田克也です。今日は核の持ち込みの問題、つまり核兵器を搭載した艦船航空機が日本に一時寄港したり立ち寄ったりする、これが持ち込みに当たるかどうかの問題、長年の日本外交の問題です。これについて外務大臣と林外務大臣と議論をいたしました。で、従来どうだったかというと、日本政府はこれは当然事前協議の対象になると、そして非核三原則によって持ち込みは認めていないというふうにしてきました。で、国会で聞かれると、米国が事前協議をしてこない以上持ち込みはないんだという説明をしてきました。ところがアメリカ側はこれは事前協議の対象外だと言っているわけです。ここに認識の不一致があったわけです。以上は密約調査で明らかになったわけですが、長年にわたり日本国民に対して、国会の場などで総理大臣がいやいや持ち込みはないと、アメリカが協議してこないからだと言ってアメリカのせいにして、いわば嘘を言ってきたということです。で、密約調査の結果こういうことが明らかになったので、これからどうするのかということを私は林外務大臣に聞きました。外務大臣の答弁は非常に驚くべき答弁で、アメリカは非核三原則を理解しており、現状では想定されない、こういう答弁です。アメリカは非核三原則、日本が言っている以上日本に核を持ち込むことはないと、そういう答弁です。で、これもアメリカにその責任を押し付けるかのような、極めていい加減な答弁で、じゃあ日米間でそのことについて何らかの合意があるのかと私は聞きましたが、いやいやそれは外交上の秘密だから言えないということであります。この持ち込みのめぐる問題、非常に難しい問題であることは理解しますが、しっかりと国民に対して正直に、アメリカに対しても日米同盟を弱めることなく対応することが求められています。かつて田中内閣の時に当時の木村外相、国家の大先輩です、そして大平外相代理がこの問題を何とかしようと、首脳会談を控えて何とかしようということで、必死に努力されたことが思い出されます。